今回はムクゲの育て方についてお話ししていきたいと思います。ムクゲ、こういったね、なんでしょうね、ハイビスカスに似たような花を咲かせる、まあ一応ハイビスカスとかアブチロの仲間なんですけども、日本の庭木に非常に好まれている、まあ育てやすいのでいろんなところの庭で見かける植物だと思います、ムクゲ。はい、育て方の注意点なんですけれども、結構ね、強く切っても大丈夫な植物なんですよ。この苗でこういう形で売られてると思うんですけども、これ見ても分かる通り結構バッチバッチと切ってるんですよね。これもここら辺で切ってるし、こんな太い枝もここのとこでドズッと切っちゃってるんですね。切られても全然大丈夫だし、切られた後も脇芽の吹きが、脇芽の出が良い植物なので、庭木としては非常に仕立てやすい植物、庭木の一つです。なのでいろんなところで見かけるんですね。外で冬越しもできるし、いろんな色、白も赤も紫もあるので、色のバリエーションもあるので非常に好まれている植物の一つです。で、剪定なんですけども、剪定の時期がありまして、だいたいね、秋から翌年の春に切ってください。春から夏にかけてはですね、新芽が伸びてきて、その新芽に花芽が準備してあるんですけども、その春から夏に切っちゃうと花芽も切ってしまうことになりますので、落葉してる時期、秋から翌年の春に、形を整えた、例えば丸く仕立てたいとか長細く仕立てたいとか、うちの庭は右側に何か植物があるから右側にはあんま伸びてほしくないという場合とか、そういうので合わせてですね、秋から翌年の春にかけて剪定を行ってください。そして、基本的な育て方としてはですね、日当たりに置いてください。肥料はですね、冬に与えていただくことと、あとこういうふうに花が咲いている時期に肥料を与えてください。非常に成功性なので、その分肥料も食いますから、肥料は欠かさず与えてください。そして、虫なんですけども、アブラムシは、まあ、いろんな植物につきますからアブラムシはつくとしても、ハマキムシっていうのがつくんですね。これはアブチロンとかハイビスカスにもつくんですけども、葉っぱをのね、葉っぱがね、こうくるっと、分かりづらいな、こう葉っぱがね、こう任さっている状態の葉っぱが出てくるんです。で、これハマキムシっていうので、ここで増殖して、この中で増殖して、で葉っぱをこう食害するんですね。で、この状態であればそんなにひどくないんですけども、これがね、どんどん増えていくんですよ。この葉っぱを巻いた状態、何を考えてこういう形にするかわからないんですけど、まあおそらく水とかね、外敵から守るためにこういう風になってるんでしょうけども、取っててもキリがないんです、ハマキムシの状態って。なのでハマキムシっていう風に、薬剤に書いた適用の薬剤を散布することが必要になってきます。そこだけが、まあ剪定とそのハマキムシだけが、まあ、注意点といえば注意点ですね。あとは結構強いですから、結構本人でも大丈夫です。ということで、日本の庭木に非常に適しているムクゲの育て方についてお話ししました。